こうツツジもこう花が終わりかけたらもう早めに買った方がいいのでね、で刈りますけども、まあ普通に刈り込みっていうとこういう感じで、あ普通はこういう感じ、あ土を土刈り込むっていうとこういう感じですね。でもう一つやってみますけど、今度は刈り込まないでこう、例えばここなんかも通路にあまり出てるからうんと小さくしたいっていう時ですね、こう表面刈ってるだけだと大して小さくならないんですよね。そういう時は思い切ってあの中の方の脇枝、こういう脇枝に切り戻してうんと小さくするっていう方法があるんですよ。切り戻しね、こういうちっちゃい枝に切り戻したり感じですね。これはね、めんどくさいんですよ、とってもめんどくさいんですけど、こういうね、ただ利点としてはあの小さくできるってことですよね。であとは枝先を切らないので、あの柔らかい仕上がりにはなるんです。これなんかもね、ちょっと分かりにくいかな、こんな風になってるんですよね、あこれもこっちの枝に切り替えるとか、もうここから取っちゃうとかですね。だからあのすごくボコッと透けちゃうことは透けちゃうんですけど、ただ今の時期ですと、まあ、強く切ってもすぐ芽が吹いてきますんで、そんなに恐れなくても穴が開いてもすぐ塞がりますし、中には忌み枝になってるよね。例えばこれ、この枝こっちから来て向こう行っちゃってるんだよね。これここ行ってるんですよね、ここ行ってるんだよね。あ、本当だ。だからもう枝の流れ自体をここで直してやると、こういうふうに表面だけ刈ってるとそういう手入れができないので、やっぱり何年かに一度でももう一回整理してやるっていうのは必要かもしれないですね。枝はね、中枯れちゃうんですよね、ほっとくとね。で小さくしたい時にもう芽が枯れてなくなっちゃってるっていう状態になりますから、やっぱり早めに、今ならここら辺までいけるんですよね。ここまで生きてる葉っぱがあるでしょ。だからこの通路から出た部分が邪魔だったとしたら、まあ、いっぺんにはなかなかそこまでやりにくいかもしれないけど、芽があるところまでは戻せますんで、ここまでは戻せるんですね。こっちからここまでね、こっちから取ってもらうと分かるかな、こっち側から取ってくれますか。ここから取るとここまでね行ってて、ここの部分が最初の輪郭ですよね。今ここまで詰めてきましたから、このラインでこう詰めていけるとこの分引っ込められるってことですよね。なるべく奥の方にある芽を生かしてそこへ切り戻す、この辺ね、どこだ、これですね。まあとても面倒な作業ではあるんですけど、小さくはできますね。これもでも強い枝で出てますよね、これね。なんかもう元で取っといちゃっても周りの枝が何とかしてくれると思うので、ここに取っちゃいます。ここに枝があるから大丈夫。まあ、大まかに言うとこういうふうにして、あこういうふうにあの切り戻ししといてから刈り込むっていうのもね、一つの手ですよね。
な感じにねする。まあ今は透けてあるけど、透けてるけど、あのこの時期ですからすぐ吹きますからね、あんまり枝の塊になってくると、あの枝もちっちゃくなって花も咲きにくくなってくるんですよね。こっちは ごちゃごちゃしてますよね。あ、本当はこう少し整理して、あの刈り込んでやるとね、まあ密にしたければもうとにかく刈るのが一番手っ取り早いんですけど、思いっきり刈り込んじゃおうとするとこうやっぱり切り口がね汚らしく出てきちゃいますんでね。気になるようだったらこのゴツゴツと出たこう枝を脇枝にね切り戻すとか、取ってしまうとか、ね、例えばこういうのを元で取ってしまうとか、こういう切り口ね気になるようだったら後から落としてやるとかすると、もう少し柔らかい感じにはなりますけどね。いずれにしても刈り込むのは今の時期が一番いいのでね、はい、ここに数がたくさんあればやっぱり刈り込んじゃいますね。でまあ必要性があってあの透かしたいとかうんと小さくしたいとかいうときは切り戻しを使いますね。まああんまりほっとくとだんだんこの切り戻しの作業もしにくくなるんですよね。で枝もやっぱり刈り込んでる木っていうのは無理にこう表面に出ていこうとするんで、この枝なんかもここまで葉っぱ力でねここから出てるんですよね、うん、だからこっからここまで行っちゃってるからね、うん、だせいぜいこの辺ぐらいまでで、この葉っぱぐらいまでで止めといてやった方が本当はねいいんですよね。そういう枝がいっぱいになってきますんで、時々は切り戻しした方がいいと思いますね。こういう感じ。それでこう刈った後はよく払うね。よく払わないと、あとこういう花の後の花柄なんかも一緒に取れちゃえばそれで綺麗に仕上がりますんでね。よく払う。花子の刈り込みで綺麗に刈り揃えても数ヶ月すればもうこのようにデコボコに形が崩れてしまいます。まあ生きているんですから仕方がありませんよね。8月には花芽分化してもうつぼみができてしまいますから、このような状態になったものを花子の刈り込みと同じように綺麗さっぱり刈り込んでしまっては花芽を全部飛ばしてしまうことになります。9月以降に深い刈り込みをすると翌年の花が咲かなくなってしまいます。花が咲かなくてもいいから刈り込んじゃえなんていう人もいますけども、それはあまりに冷たいですよね。9月以降にこの形が崩れたものを整えるにはどうしたらいいかというのがここからのお話です。長い枝の先にも短い枝の先にも花芽はつきます。ある程度形を整えるためには長い枝の先の花芽を捨てて低いところにある花芽を生かすという方法しかありません。すべてのつぼみを咲かすには切らないという選択肢しかありません。長くて強い枝はきちんと付け根できるようにしてください。輪郭より中に入っていれば途中で切っても良いという人もいますけれども、切り残しをすると時期によってはそこからまた新芽が吹いてしまいます。この時期に出た新芽の先には花芽は絶対につきませんから、無駄な葉っぱを増やすだけということになります。あまり夢中にならず適当なところで切り上げてください。切れば切るほど花芽を失うということをお忘れなく。さつきもツツジも花が咲く仕組みは同じです。そもそもさつきはツツジの仲間で、正式名称はさつきツツジと言います。ですからこれらを厳密に分類する必要はないのですけれども、
葉っぱが大きいのがツツジで小さいのがサツキだなんていういい加減な分類はしないでください。平戸ツツジや大紫ツツジなどは確かに葉っぱが大きいですが、クルメツツジなどのように葉っぱの小さいツツジもたくさんあります。ツツジは花が咲いてから新芽が出て、サツキは新芽が出てから花が咲きます。その違いはありますが、その後の花芽のつき方は同じです。花が終わった後、種を作らせないために花子はここで切ります。木を大きくしないためには本当はもっと下で切らなければならないのですが、そうするとここまで刈らなければならなくなり、あまり現実的ではありません。やはり少しは葉っぱを残したくなるものです。というわけで、ここまで刈るとこの部分がなくなり、その後出てきた新芽の先に新しい花芽がつきます。花芽分化するのはだいたい8月頃ですから、例えば9月になってからもう一回こんなところで刈り込んだりすると、翌年の花芽をみんな飛ばしてしまうことになります。もちろん刈り込まなくても花芽はつきます。例えばこちらの木は2年ぐらい刈り込んでいない木ですけれども、花芽はちゃんとあります。雌しべの付け根にある脂肪が膨らんで種になろうとしています。これが花芽というか、もうつぼみですね。たくさんのつぼみがあります。このような状況の時にここで刈り込みでバリバリっと刈ってしまえば、当然花はなくなります。しかしここより下の部分にも花芽はたくさんあるようです。だとしたら高い部分を切ってしまっても下の方の花は咲くということですね。凸凹を直したいのなら、高いところの花芽は犠牲にして下の方の花だけ咲かせれば良いわけです。そういう場合はこのように長い枝を付け根で切って剪定します。浅く刈り込むという手もありますけれども、切り口が露出してあまり美しくありません。大した数ではないので、私は枝抜き剪定した方が良いと思います。おや、こんな時期に狂い咲きですか。こちらのツツジも相当荒れてしまっています。秋以降に手入れするときには、とにかくまず花芽の確認からです。この枝先には花芽があります。これは葉芽のようです。ここには花が咲いた跡があり、花が咲いた後伸びた新芽の先に花芽がついたことがわかります。どうやら下の方にも花芽が結構あるようなので、この高く伸びすぎた枝を付け根で切っていきます。高いところについたつぼみを捨ててしまうのはちょっとかわいそうですけれども、しょうがありませんね。樹形を優先したいのか花を優先したいのか、どちらか選択しなければなりません。何度も言いますが、強い枝はこのように途中で切らずに小さい脇芽に切り戻すなり、付け根で切るなりしましょう。今楽をして適当なところで切ってしまうと、そのしっぺ返しが必ず後でやってきます。だいぶつぼみを失ってしまいましたが、残ったこの下の方にはまだつぼみがいくつもありますので、来年は
結構花が咲くと思います。まだ凸凹が気になるようでしたら刈り込んでも構いませんが、花もその分減ります。このように形よくたくさん花が咲くといいんですけれども、なかなか理想のようにはいきませんね。さて最後に見ていただくのはちょっと悲しい例ですけれども、9月以降に花芽を探してもほとんど見つからなかった場合の剪定例です。花芽がない木を来年までそーっとしておいてもあまり意味はありません。そういう時はむしろチャンスだと思って、この機会に木を小さくすることをチャレンジしてみてください。気になっていた意味枝や不要な枝を大きく取り除くチャンスでもあります。花芽がつかない理由はいくつかあります。8月以降に刈り込みを行うと花芽がなくなってしまいますが、このツツジは6月の上旬に刈り込みを済ましています。刈り込みの時期としては問題がなかったということです。ではなぜ花芽がつかなかったのでしょう。大きな木の下で日陰であったり雫が落ちてくるところでは花芽がつきにくくなります。また落ち葉が積もっていたりするとそれも花芽の発生を阻害します。そしておそらく一番大きな原因は害虫によって花芽が失われてしまうことです。ベニモンアオリンガやルリチューレンジハバチの幼虫などが新芽を食害します。花芽分化して一旦花芽ができたとしても、そこをかじられてしまうと花芽が失われ、その後出てきた新芽は葉芽にしかなりません。花芽が全然ありませんね。これはかろうじて花芽のようですね。その他は葉芽ばかりで花芽はありませんね。右側が花芽、左側が葉芽ですけれど、あんまりよくわかりませんかね。結局私が見る限りこの木にはこの一つの花芽しかありませんでした。となればもう思い切って剪定ができます。まずは徒長枝の処理です。このような勢いの強い枝を奥の方で切っておけばよいという人もいますけれども、私は付け根で取った方が良いと思っています。なぜならこのように奥で切っても多分そこから芽が吹くとまた同じような長い枝が出て輪郭から飛び出してきます。結局いたちこっこになってしまいますので、元から取ってしまった方が手間が省けます。このような強い枝でももし途中に枝の分岐点があれば一番強いものを抜いておけば少しおとなしくなります。ここの場合は真ん中の一番太い枝を抜いて脇の枝を少し切り戻します。先ほど途中で切った徒長枝は元から抜くことにします。下に潜り込んで枝の出どころを探します。元から切除します。途中に枝の分岐があったようですけれども、どっちにしてもひょろひょろっと伸びていて使えそうもありませんでしたね。将来枝を更新するために下の若い枝も取っておいた方がいいですが、
あまり数を残すと株元がすっきりしないので吟味しておきます。ここではこの真ん中の太い幹を取った時に使えるように脇の枝を2本残しておきます。この奥の若い枝は交差枝、内交枝となっていますので今のうちに取り除いておきます。このような直線的で間延びしたような徒長枝は将来的にも使えるようにはなりません。あ、これはさっき切り戻した徒長枝ですね。こういうことになるのでもう最初から元から取っちゃった方が良いということです。枯れ枝もなるべく取るとすっきりします。なんかここら辺の枝の流れが変で気になりますね。この辺の枝ね、抜いちゃいたいですね。とりあえずここまで切り戻しちゃいますか。花芽どこでしたっけ。あ、これですね。大丈夫、切れてないですよ。いろいろ気になるなこの枝ね。越境枝ですからね、切りたいんですけれども、これ今切っちゃうとほっこりなくなっちゃいますよね。この太い枝も変なんだよな。あ、もうこの枝は半分ダメになってきてますね。この枝がさっきの太い変な枝につながってるんですね。こっちに来ているんですね。完全に絡み枝で越境枝ですもんね。どうせ花芽もないし元から取っちゃいますか。やっぱり半分腐ってますね。
さっき切り戻したやつもやっぱり元から取っちゃいましょう。だいぶすっきりしましたね。まあこんなもんですかね。お疲れ様でした。秋になって、あ、花芽がない。来年の花は諦めようとなったら、もうとことん徹底的に無駄枝を抜いてください。ご視聴ありがとうございました。